貴様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。何？面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんなはフリーザはどうなっちゃったんだ？皆さんはご覧の通りコッパみじんですが、フリーザさんは多分死んでいませんよ。え？なんで？あいつは宇宙空間でも生きられるからな。考えたな。そんな、元に。ま、そういうことになるね。ちょーく、ほらがさっさ。じゃあ、蹴りをつけますか。え？元はといえば、お前の甘さが招いたことだ。さっさとフリーザを倒しておけばいいものを。お前は戦いを楽し。すまね。だから。今度はって。私は時間を巻き戻すことができるのです。時間を巻き戻す？これから時間を巻き戻せば地球が破壊される直前まで戻す。そっか、だから今度はフリーザを。そういうことだ。さっさと倒せば。よかった。ただしさっきも言ったが、今度は失敗する。あ、では時間。うん、頼む。さあ、悟空さん、時間は戻りま。サンキュー、ビルさん。急がねえと間に合わねえ。このままじゃ地球がぶっ壊されちまう。貴様はもう終わりだ。ちくしょう、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 ちくしょう。
貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。フリーザー、何？フリーザ、やっぱおめえとはちゃんとケリつけとかなきゃいけねえみてえだ。これ以上の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。孫悟空、何度俺の邪魔をする。お前はこのフリーザ様の前にいてはいけないんだ。やっぱおめえは根っからの悪人みてえだな。何を今さら。俺の番だ。貴様、この地球を破壊してやる。そんなことはオラがさせねえ。貴様のために負けるか。
せかしよ。どういうわけかしら、父さん。やれやれ、みっともない話だ。いいじゃないですか、それ。これなら。ニューカー。でさ、ごめんよ。帰る。まあ、かくして、フリーザ軍による侵攻は悟空たち。地球に二。しかし、今日もまた悟空と別。さらなる高み。